電磁式カタパルトの構造図電磁式カタパルトとは、アメリカ海軍とイギリス海軍が共同開発したリニアモーターによって航空母艦から固定翼機を発射するシステムである。電磁カタパルト、電磁力航空機発射システムとも呼ばれる。従来用いられてきた蒸気カタパルトを更新するものとして開発が進められている。電磁力を使用して航空機を加速する。 原理は1912年にエミール・バッチェレによって考案された。アメリカ合衆国特許代1088,511号。アメリカのイムルズ開発のインフォングラフィック2010年12月18日に、米海軍がレイクハーストの海軍航空システムコマンドにおいて、正常に出された海 A-18 アメリカ海軍の最新 A 空母である。 ジェラルド・アール・フォード急航空母艦に採用された。計画当初では、ニミッツ旧航空母艦の最後の第10番艦、ジョージ・ H.W. ブッシュも電磁式型パルトを採用する予定であったが、開発が間に合わなかったため、従来のスチーム式型パルトが搭載された。2017年1月の時点でイムルズの試験は99.5%を完了している。 2017年5月28日、ドナルド・トランプ大統領がタイム誌のインタビューで1億ドルを超える経費を問題視した。トランプ大統領のこの批判は2018年国防白書で重く受けられ、実用化の高い要望と合わせて致命的失敗率が海軍の要求値に対して9倍以上であるとされた。また、2013年の故障間隔は、 最も寛大な値としては240であった。2014年1月のレポートによると、信頼性向上の結果、最新の報告では、失敗率の平均致命的、故障感覚ミーンサイクルズビトウィーンクリティカルフェイラーは、要求値より5倍高くなっているとされる。2014年8月、海軍は、レイクハースト試験場での3017回目の試験実施を発表したが、 この欠陥の更新については触れられなかった。海軍は2014年12月までの回収完了を期待している。試験環境下で電磁式型パルトでは増装を装備した戦闘機を射出できないことが分かった。海軍はこれらの問題に対する回収を行っているが、有人機でのテストは2017年に延期されるとされた。2017年7月に 空母、ジェラルド・アルフォードで、養生試験が無事に終了した2019年5月28日、訪日中のドナルド・トランプ大統領が、以降の空母に採用しない、旨を表明した。イギリス海軍は、クイーン・エリザベス級航空母艦での採用を検討しており、カンバーティム UK により、イムキャットと呼ばれる電磁型パルトの開発が進められていた。 カンバーティム UK の海軍ディレクターマークラネット氏は7月22日にジェーンに対し現代のリニアモーターエネルギー貯蔵及び制御システムの動作を証明するために2007年に小規模のイムキャットシステムが完成したと語っていたそれ以来システムの広範なテストが成功裏に完了したばかりでなくイギリス国防省の要請によりカンバーティム UK が クイーンエリザベス級に適したフルサイズの飛行機までシステムを拡張できるようにする作業がさらに進められ2009年7月20日に締結した高出力電気システムの設計、開発、デモンストレーションに関する65万ポンドの契約に基づいた作業は2010年7月26日の時点でほぼ完了していたその後同年の10月にイギリス政府は クイーン・エリザベス級に未決定のカタパルトを搭載して、会マイナス 35C を購入すると発表し、2011年12月21日に、イムルズ及びアーの開発のためのエンジニアリングサポートを受けるためゼネラル・アトミクスと契約を結び、11月26日に、ダスカにより公式要請が発表された。この要請の性質と得意性からイギリスが、 独自の電磁カタパルトを放棄することを決定したことが強く示唆された。しかし2012年5月に搭載予定期だった回マイナス 35C の開発が大幅に遅れ、またコストが当初の見積もりより倍に増加したことから搭載機を当初の回マイナス 35B に戻したことにより、カタパルトの搭載自体が見送られることとなった。中国は1990年代初めには、 蒸気型パルトと電磁型パルトシステムの開発作業を行っていることをいくつかの外国メディアが指摘している。また、2014年1月には中国が電磁式型パルトの試験機テスト設備を建造していると発表されている。2015年9月上旬には高村基地に電磁型パルトと蒸気型パルトと推測されるものの設置が開始された。また、 同年11月に開催された中国国際工業博覧会では中国皇帝院による電磁式カタパルトの模型が公開された。2016年6月20日に補足された画像によると同年10月17日から撮影された写真には2つのカタパルトの背後に J-15 があったかつ後に中国のフォーラムにおいて カタパルト射出対応の J-15 が確認されたことなどから射出試験が行われたことが示唆されている。また同月には無人機が電磁カタパルトの上に鎮座しているのも確認されている。なお電磁カタパルトの技術を含めた多くの技術が大手防衛産業企業 L-3 コミュニケーションズの子会社パワーパラゴンのエンジニアで 中国系アメリカ人の字幕によって盗まれて中華、人民共和国に持ち出されたとして起訴され2007年に有罪判決を受けている。アドミラルクズネッツォフの後継となる将来空母では、電磁型パルトの装備が予定されており、2014年4月に、ネフスキー設計局総取締役、セルゲイ・ウラソフ氏により開発が実施されていることが明かされている。ありがとうございます。